はい、どうも、リュウゾウです。109の、解説動画に入っていきたいと思います。この曲もですね、また僕、サムピック全般にわたって使っております。サムピック使ってる曲がなんかやたら多いなと自分で感じたんですけど、多分ね、たまたまだと思います。普段使わないことの方が多いんですけどね。でですね、これ譜面に僕書けなかったんですけど、16分音符がこれ跳ねてるんですね、ずーっと。これイーブンなんですけど、のノリじゃなくて、終始ずーっとこの16が跳ねてる状態になってますんで、そこ気をつけてみてください。なんでもう出だしからもう跳ねてますね、リズムがね。こうならないことですね。じゃなくて、しっかりこう跳ねてあげる。まずイントロは、サムピックでアップピッキングを使ったりするんで、僕はサムピック弾くときに、このなんて言うんだろう、ピック風に握って弾いたりとかするんですよね。でアップ使うときはもう握っちゃった方が、サムピック使いやすいと思うんで、僕はもうピックみたいに握って弾いちゃってます。違った。で、ブリッジミュートかけてますね。で、僕の譜面ブリッジミュートとの表記とか特にないんですけど、基本ブリッジミュートかけるとかかけないとか、僕の中でも曖昧なんで書いてないんですけど、イントロは普通に弾いちゃうとちょっと大きくなりすぎちゃうんで、出だしはブリッジミュートかけてやった方がいいと思います。で、この後テーマに入っていきますね。でですね、今回すごい大きく変わったところがあって、もう譜面買っていただいた方も結構いらっしゃるんですけど、ですね、譜面の感じと動画の感じが結構違うんですよ。それなぜかというとですね、僕が上げてた動画の109ってみたいなリズムなんですよ。チャーチャーウチャッチャーって休符が入るんですよね。で、僕もなんでそういうアレンジにしたのか当時のこと全く覚えてないんですけど、多分これを入れたかったんですよ、僕。わかんないです。当時の僕は多分これを入れたかったんですよ。でも今聞いてみるとあんまり良くないなと思ったんですね、この間。タブ譜書くときに思ったんですけど。なんで、今だったらどう弾くかなと思って考えて、アレンジしたやつを、タブ譜に書いてます。なんで、動画の感じとちょっと違うんですね。タブ譜に書いたやつは、こう、スライドにしてます。前のやつは、開放弦から、こういう感じで言ってたんですけど、今回スライドにして、みたいな感じにしてます。多分こっちの方が原曲感が出ると思うんですよ。 M ステ感ですね。の方がいいと思うんで、これはタブ譜に書いてるやつなんで、まあ、そのままタブ譜見て弾いてもらえるといいと思います。いや、前のアレンジの方がいいんじゃないっていう、そういう嬉しい声ももし上がったら、前のアレンジはですね、1、2弦の開放を弾いて、これですね。で、これでチャッと入れて、この2弦、3弦の開放弦入れて、こっちかな？待ってください。こうか。前のアレンジはこれでいってるんですけど、今回タブ譜に変えた方は、まあ、これが変わってるだけで、あと何も変わってないです。ここだけタブ譜で変えてますんで、そこを注意してみてください。で、ポイントなんですけど、このスライドのタイミングがあんまり早く行きすぎるとなんかぽくないんですね。ちょっとゆっくりめにスライドしてあげると
なんかぽくなる気がします。うん、でスライドなんですけど、到着点も弾いた方がいいですね。2回弾いた方が、より M ステ感が出ると思います。あ、これも僕昔の動画見て自分で気づいたんですけど、僕当時は今思い出せばこのネイルアタックみたいなストロークやってないんですよ。うん、これ知らなかったんですね、これね。割とこれは最近覚えたというか、こことかまと、僕手癖でつい今ネイルアタックしてるんですけど、動画をよくよく見ると僕ピックで言ってましたね。これはね、どっちでもいいと思います。僕はネイルでコードを弾くんですけど、動画の時はもう上の方の弦をサムピックで強めに弾いてるって感じなんで、お好みですね。タブフは一応動画の通りにそのサムピックで弾いてるような感じに書いてますんで、よかったらどちらか選んでみてください。で、ここまでやってみると、みたいな感じになりますね。で、ここのフレーズなんですけど、ここは D のコードをこうやっていくともう次のフレーズ入れないんで、これは人差し指1本で3本押さえて薬指でこれでもう D 作っちゃいます。で、中指で16分のシャッフルのやつ弾くんですね。うん、っていう感じです。で、僕は今サムピックと指で言ってるんですけど、昔の動画見ると多分全部サムピックで言ったのかな、多分ですね、わかんないです、すいません。うん、今はサムピックと指で言ってますね。で、これ入ったらまたこっちのメロディに戻るんですけど、ここのいいところはこの指を崩さなくていいんですね。同じ指でそのまま移動すればいいです。うん、割と動きやすい運指にはなってます。うん、あとはですね、このメロディのとこにこっからスタートした方がいいですね。これね、スライドで行ってまたスライドで行っちゃうと原曲感がなくなっちゃうんですよ。こうやって行ってもまあ悪くないんですけど、こっからスタートした方が原曲感出ますね。だからスライドで行かないことですね。こっからスタートした方がいいです。で、その後はこの移動のとこありますね。これはそのまま弾くだけなんですけど、僕は全部サムピックで行ってます。うん、指で行くよりもサムピックで行った方が力強いんで、こっちの方がいいかもしれないですね。あとはで、終わりですねっていうフレーズあるんですけど、もうこれはもう僕のいつも通りの開放弦使ったちょっと早いフレーズで、次の転調に入って、ここはね、特に気をつけることないですね。この8ビートをしっかり乗ってあげるぐらいですね。あ、ごめんなさい。で、これ譜面に書いてないんですけど、全般にわたって16がちょっと跳ねてます。なんで、微妙に16分のフレーズが入ったりするんですけど、そこでそのシャッフル感を出してあげるっていうのが大事ですね。で、もまたあとテーマに戻って、もうこれでは終わりです。短い曲ですね。終わりがこう適当にバーって伸ばして、
このフリーテンポになっている部分があるんですけど、ここはもう本当にテンポ気にしなくていいんで、自分のマックス速度で弾けばいいと思います。で、最後 Bm7 で終わり。っていう感じで僕が勝手にアレンジしてるだけなんで、ここは別に弾いても弾かなくてもいいとは思いますが、大事なのはこのやっぱテーマの部分ですよね。M ステであって分かる部分。ここのスライドがうまく決まれば、いい感じになるんじゃないかなと思います。前のアレンジでいきたい人はこういう感じですよね。休符を生かす感じ。あとはもうお好みでぜひやってみてください。